イアン・エドワード・ハップはアメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグ出身のプロ野球選手、ウト・リョーダ。MLB のシカゴ・カブス所属。愛称はハッパー。2015年の MLB ドラフト一巡目でシカゴ・カブスから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9、UG にエメラルズでプロデビュー。A 級、サウスベンド・カブスでもプレーし、 二球団合計で67試合に出場して打率。259,9本塁打、33打点、10盗塁を記録した。2016年は、AAQ マートルビーチペリカンズと AAQ テネシーズモーキーズでプレーし、二球団合計で134試合に出場して、打率。279,15本塁打、73打点、16盗塁を記録した。 オフにはアリゾナフォールリーグに参加しメサソーラーソックスに所属した2017年はトリプル A 級アイオワカブスで開幕を迎えた5月13日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした同日のセントルイスカージナルス戦では2番右翼手で先発起用され7回表にカルロス・マルティネスからメジャー初安打となる本塁打を放った シーズンを通して出場し、打率、253、24本塁打、68打点、出塁率、328、超打率、514と、デビュー1年目から良い成績を記録した。2018年3月29日の開幕戦では、打の球場に先駆けて始まった試合の1回表の、初球を先頭打者本塁打という1986年の、 ドワイト・エヴァンス以来の記録を達成した。ユーティリティープレイヤーとして大活躍し、このシーズンだけで一類種、二類種、三類種、左翼種、中堅種、右翼種、投手の7つのポジションで出場した。2019年は7月26日にメジャー昇格すると、前年同様にユーティリティープレイヤーとして内外野問わずに出場した。夏以降の昇格だったため、 わずか58試合に止まるも11本塁打を記録し、3年連続で2桁本塁打を達成した。将来は20本塁打20盗塁も可能と見る声もある。スイッチヒッター、選球眼が良い、内外やどこでもこなせるという点は、チームの先輩であるベン・ゾブリストと同じ。ありがとうございます。